Thank you.
本日は演奏ありがとうございました。犬塚さんはトリオカッツェというグループで、はい、ワンコインコンサートのオーディションに合格されて、うん、でご出演いただいたんですけれども、はい、で3年前の一番最初のワンコインコンサートで今回演奏してくださった道化師の朝の歌演奏されましたよね。はい、そうですね、はい、ラベルっていう作曲家が昔から好きで、うんうん、で何回か それ以前にも演奏する機会があったので、うん、豊橋で初めてコンサートを開けるっていうことでその曲を入れようと思って入れました、うんうん、で今回はその組曲の中の3つ演奏していただきましたが、はいはい、また今回この曲を弾こうと思った理由はありますか？この組曲はタイトルは全部その鏡っていうタイトルの中で、蛾とか悲しい鳥たちとか幼女の小舟、道化師の朝の歌、鐘の谷、人間ではないんですけど全部それがラベルが見た時代に生きてる人たちの姿を投影した景色っていう組曲になっていて、でそこにすごく魅力を感じていて、でその中でも特に好きな3曲を選びました。はい、フランスの曲をよく弾かれてる印象がありまして。そうですね、はい、でも多分最初はそれこそそんなにこうきちんとした理由じゃなくて、うん、フランスのラベルと同じ時代のドビッシー、はいはい、ドビッシーと誕生日が一緒だったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、8月22日で一緒だっていうのを小学校ぐらいの時に知って、うん、なんかそれでドビッシーが好きになったっていうのがまず最初にあって、でそのうちにだんだんラベルの方にこう寄っていって、でフランスものは結構、うん、聞くのも弾くのも好きだなっていうところが、なんかこう何ですかね、ちょっと隠されてるけど、うん、グロテスクみたいなところがいいなって思ってます、うんうん、とてもなんか犬塚さんの雰囲気に合ってるなと、うん、今日聞いてても思いましたし、でもそれこそ特にラベルはなんか、うん、まあ、ボレロとかがやっぱり有名ですけど、ボレロもこうずっと同じテンポでずっと同じリズムが続いて、うん、ものすごく規則正しいものがずっと続くことによる破滅だったり不気味さ、うん、それこそグロテスクとか、うん、なんか それがまあボレロで現れてますけど、うん、今日弾いた曲でもなんかこうどこかストレートには言ってくれない感じっていうか、人が見てる普段見てるものにはその通りに撮るだけじゃなくて必ずこう裏も持ってるよねっていうのがこう常に入ってるような感じがして、曲に現れてるのがいいなって思ってます、うん、今年に入ってから新型コロナウイルスが流行し始めて、音楽家の皆さんも活動が制限されてしまう状況にあって、まあ、いろいろ大変な思いされてると思いますが、うん、でもその中でも犬塚さん結構積極的になんかオンライン使ったり活動したりとか、コンサートも積極的に企画していることを伺ってますけれども、何か工夫されていることとかありますか？そうですね、直接人と関われなくても私の場合リモートアンサンブルとかいろいろやってみたんですけど、まあ、一人の音楽をやる人としてできることっていうのはやっぱり止めてはいけないみたいなところのちょっとした、うん、なんか義務感というか、うん、やれることは一つずつやってみないといけないなっていうふうに思ってて、コロナになってからも1回だけ演奏会はあったんですけど、うん、やっぱりお客さんからの声はこう生で共有できるっていう経験がもう4ヶ月ぶりとかで、でもやっぱりその呼吸を感じて音を聞いてっていうのがものすごく心に入ってきましたっていうふうに言っていただいたりもして、やっぱりこう人と交わるっていうことはすごくなんか普段は全く意識してなかったけど大切だなっていうふうに私たち自身も感じたので、こうオンラインであったとしても、それでまあこれから共存っていう中でいろんな制約があった中でも、こうできることはやっていかなければいけないって、そのとりあえずやってみて途中でいろいろ考えて、やめるならやめるし、やるならできる限りでやるっていうのは大事だなって思いました、はい、今後は
まあ、愛知県内で活動を続けていく、うん、そうですね、できるだけたくさんのお客さんに出会って、うん、で、まあ、もちろん自分のレパートリーの幅も広げて演奏したいっていうふうに思ってますし、やっぱり大人だけではなくて子どもさん向け企画みたいなこととかもたくさん やってみたいなっていう興味はあります。いいですね、ぜひプラットでも何かできたらなと思ってますか。はいはい、第一歩だけは軽いのでいろいろやりたいです。はい、ありがとうございました。